こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。今日はこちら、新しく取り扱いが始まったブランド、シェスクードフードルの長財布をご紹介しようと思います。長財布なんていう形をしてるんですけれども、ちょっと横もみたいです。お、めちゃめちゃ薄いです。街がある方から見てもこんな感じ。わお。そうなんです。めちゃくちゃ薄い形になります。これ今何も入ってない状態ですよね。え、カードも札も小銭も全部入れてます。はい、そうなんですね、はい。めっちゃ気になる。では、なんかも早速開けていきましょう。はい。このここの金具ですね。うん、これをパカッ。パカッと起こしていただいて、これをよいしょ、こういう感じで開きます。こちらにカード段6段ございまして、はい、それぞれにこうちょっとだけこう斜めになってるので、あ、本当だ。そうなんですよ。カードもすごく取り出しやすいような設計になっております、うん、小銭がこちら側に入ってます、はい。ポケットの処理もここがほんのりと曲線が入っていて、うん、こう手に優しいというか使い勝手がすごくいいような設計になってます、うん、街もこうしっかり折り込まれているので、うん、前にパカッと開けていただきやすくてすごく見やすい小銭入れになってますね。本当ですね、はい。でお札なんですが、はい、今ちょっと逆パカしますね。よいしょ。こう開けてここに入ってます。どうぞ。ここに一応これもこう逆パカというか、はい、逆に開くことができるので、うん、こう折っていただいて親指でガッと開けて千札を取る、お札を取る、こういう感じですね、はい。こちら側もマルチポケットになるので、はい、ここにレシートを入れていただいたりっていうこともできます。なるほど。こう奥にこうポコッと引っ込んでくれるというか、あ、こう手に合わせてしっかりと曲がってくれるのですごく取り出しやすくて指が気持ちいいです、うん、うーん内側はクマじゃないんですか？内側は牛のなめ革を使ってますね。こう中の質感とこう組み合わせを考えながらお色を選んでいただくのも楽しいかなと思います、ね、かなり薄いお財布ですけど、はい、薄さを保つポイントとかってあるんですかね？あります、うん、はい。ここのカード段ですね、はい、このカード段も、うん、結構革が重なってるように見えて、はい、実は厚みが均一なんですよ。ここですね。あ、本当だ。普通だったら多分ここら辺こっちよりもこっち側の方が革が厚くなっちゃいますよね。そうですよね。そんな気がしますよね、うん、なんですけどここもこう厚さを均一にするように、はい、1枚こうベースの革を敷いて、うん、その上にこうカード段を作るパーツっていうんですかね。あとこうここを切って重ねることによってベースの革プラス1枚の厚みでこう調節するようにしてます、うん、なるほど、はい。これもすごくお作りが綺麗な形になりますね。そうですね、はい。でこの心のシリーズ、はい、閉じた時にこうパタンと手を合わせて金具を閉じる、うん、ブランドの紹介でもご説明させていただいた、はい、合掌っていう形を人間の生活に取り入れることで、うん、こう心を落ち着けてかついただいた命に感謝するタイミングを作るっていうコンセプトもしっかりこう体現できているようなそんなお財布になっております、うん、小さめのおカバンにこうサクッと入れていただくでもかなりお使いいただきやすいと思います、はい、またカードがいっぱいある方にもおすすめですね、はい、はい。ということで今日はこちらのシスクードフードルの長財布をご紹介させていただきました。他のお色もございますのでぜひ概要欄からリンク先もチェックしてみてください、はい。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラムのフォローもお願いいたします。動画のご不明点やリクエストなどコメントもお待ちしております、はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。